こんにちは、たまちゃんです。さて本日はエンドレスダンジョンの紹介を行います。こちら案件いただきました、ありがとうございます。で、Steam では以前から販売されていましたが、この度家庭用版が1月18日に登場とのことで、もうこちらからもぜひにと受けさせていただきました。で、ゲームの内容はタワーディフェンスとツインスティックシューターが合わさったものです。まあ、ローグライトということで、パーマです。もう死ぬと初めからです。しかし道中入手したポイントを貯めてキャラクターや装備を強化できます。で、ダンジョン内で入手できる武器にはハクスラゲーでは定番のレアリティがついてきます。あとは得られる能力にもランダム性があります。これにより毎回違った構成でダンジョン攻略を楽しめます。で、エンドレスダンジョンは何が特徴でどの点が面白いのか、6時間ほど遊んで分かってきました。まずこのゲームの特徴はタワーディフェンスなのに、攻めてくる敵のルートをプレイヤー側が考えて作れます。それを意図通りこちらの配置した罠で敵を撃退できた時、これが一番面白いです。で、どういうことだと思われると思うので、この実際の画面でお見せします。まずゲーム開始後はこのような感じで部屋に閉じ込められているような状態です。で、この黄色い場所にロボットがいるのですが、このロボットがタワーディフェンスのタワーの部分となります。まあ、敵に攻撃されてロボが壊されたらゲームオーバーです。で、この部屋の周りには他の部屋につながるドアがいくつかあります。こちら上方向と下方向、あと左方向、これは今ロックがかかっていて通れません。で、このドアの先には何があるかはわかりません。宝箱があったり、もしくは敵が発生する部屋の場合もあります。ちょっとまずは上から開けてみましょうか。開く。さあ、開けてみましたが、ここには敵はいませんね。で、さらに左方向、ドアが続いてます。じゃあ続けて開けましょうか。さあ、こちら開けて、さあ開けてみたところ、この部屋は敵がいます。で、ちょっと入ってみましょうか。初めてこの敵の部屋を開けた時、このようにね、敵がいくつか襲ってきます。まあ、この部屋からはこういう敵が攻めてくると知ることができます。で、この後ウェーブというターンになると、この赤い部屋からタワーであるロボット、この場所へ敵が大量に流れ込んできます。つまり今まで自分で開けたドアが敵の攻めてくるルートになるわけです。もう闇雲にいろんなところのドアを開けてしまうと、もう四方八方からこのロボットが狙われてしまいます。なるべく一本の道にすることができたら、もう道中配置した罠、それが無駄になりにくいです。まあ、いかに敵が攻めてくるルートをまとめられるかが肝となります。まあ、今お伝えした点を頭に入れて遊ぶと、もうとても楽しめます。とりあえず敵の通るルートに関してはここまでということで、動画の後半でまた実際に通しでプレイします。で、エンドレスダンジョンは現在 Steam のレビューは賛否両論、 66% の人に好評です。まあ、リリース当初マルチプレイの不具合やゲームバランスの問題でややマイナスレビューがつきました。しかし発売から3ヶ月経って現在までに修正のアップデートがなされています。まあ、今後もどんどん調整していくそうです。で、名前が似たダンジョン・オブ・ジ・エンドレスという前作があります。そちらは結構シビアで難しめのバランスでした。しかし今作はマイルドな優しさになっています。まあ、初めて遊ぶ人もどんどん先に進めることができます。特に今作はシューティング要素が加わっています。自分で狙って大量の敵を撃つゲーム性を兼ねています。もうキャラクターや銃はアンロック要素で強化できるので、ある程度適当にドアを開けてもシューティング部分でなんとかなることもあります。で、装備品である銃にはいろいろなタイプがあります。
遠距離か近距離か、あと連射式か、溜めて放つタイプか、など様々です。そして属性というものもつきます。まあ、敵は弱点を持っているので、道中その弱点の属性武器を拾えたら、ゲームを有利に運べます。例えばこのメタテーザー、これは電気という属性ですね。なので電気に弱い敵に対しては効果が高いです。で、一度拾ったことがある武器は、現在拠点にいるんですが、ここで強化が可能です。こちら利用可能なモッドとありますが、ここで2ポイント使うことで、これをアンロックして、で、ダメージを15上げることができます。で、武器以外には、こちらヒーロー、各キャラクターですね。もしくは自分であるロボットも強化できます。ここら辺ですね。もう遊べば遊ぶほどダンジョン奥に行ける、そんなゲーム性になっています。では、ここから実際にプレイしながら解説します。ゲームを開始したての頃は、2人まで連れて行きます。で、アンロックすることで、3人パーティーになります。私は現在お気に入りは、この可愛い虫のような、ガトリング使いです。攻撃中心のキャラクターですね。で、このペスト医師のマスクをしているキャラクターは、回復系のキャラです。2人目はこちらを連れて行きましょう。ハンドガンを使いますね。あとは3人目。このロボットにしましょうか。これはシールドを持っていて、敵を引きつけてくれます。タンク役です。で、難易度は4段階あります。ノーマルでも結構サクサク進むことはできますね。まあ、シューティング中心とかで遊びたい方は、もっと難易度を下げても良いのかもしれません。じゃあ今回はノーマルで行ってみましょう。さあ始まりました。マッパランダムですね。で、この建築と書かれている場所に罠を設置できます。まあ、まずは、この3つのドアのうち、どれか開けましょう。じゃあ、初めは、この大きいドアを開けましょうか。さあ、開けると、この先は、まだ敵はいませんね。で、こういう背景汚職とを壊すと、たまに素材が出たりします。じゃあ、引き続き、こちらも開けましょう。さあ、開けると、敵が出ましたね。まずこいつら排除しましょうか。ガッと倒して。で、このゲームドアを開ければ開けるほど3つの素材が入手できます。で、今2つ開けたので結構素材が増えてます。で、現在のこのインタラクトポイント。これは医療キットを作れます。この23と書かれてる素材を20使うことでね、医療キットが1つ作れます。まあ、今1個持ってるので必要ないかな。で、この敵は弱点は雷ですね。で、このデンジャーゲージが赤色になるとね、敵は大量に攻めてきます。まあ、なので、とつこの部屋に罠を設置しましょうか。どこに設置するかですが、まあ、このドアの近くに設置することで、仮にね、こっちのドアを後に開けることになると、まあ、この部屋のタレットが狙ってくれるかもしれませんね。というわけで一応、この入り口付近のドアに設置しておきましょうか。で、この部屋はこうやってね、銃を無限に撃てます。リロードする必要ありません。で、銃で撃つ以外に、近接攻撃もできます。これは敵を弾き飛ばせるほか、あとこのタレット、これも強化できます。一定時間ですけどね。このタレットは殴ることで、射撃速度がね、増加します。で、今、デンジャーゲージがね、赤く揺れてますね。まあ、何かのタイミングでデンジャーゲージが増えていくんですが、そうするとこのウェーブが始まり、こっちの部屋から敵が大量に攻めていきます。まあ、これまず迎え撃ちましょう。さあ来ました。現在使ってるこの虫のキャラクターは、ガトリングが強いんでね、遠方の敵をガンガン倒せます。で、初めなので、ウェーブは簡単に終わります。で、プレイヤーキャラクターはいつでもこうやって変更は可能ですね。あとは命令を出して、この部屋に待機、ということもできます。じゃあまずはこのロボットキャラに、ここを守ってもらいましょうか。で、次はどこを開けるかですが、もうこっちを開けてしまうと、仮にこっち側に敵がいる場合、罠が分散してしまうので、まあ、この、どんどん奥を開けていきましょうか。さあ、こちらを開けて、さあ、今開けたことでね、ちょっと、デンジャーゲージがちょっと増えましたね。
そう、背景壊して、物資が多少出ました。で、ここ、建築とありますが、このドアを開けた時の、この素材の増える量を増加できます。まあ、はじめはこの歯車、これ増やした方がいいでしょうね。10ポイント使って、で、ドアを開けると、4から8まで増えましたね。こっちのドア開けると、8増えてくれます。開けましょうか。さあ、開けたが、ここ行き止まりですね。しかし、悪くはないかな、これは。このジェネレーターは、敵が狙ってきたりもします。しかし、このね、行き止まり、こっちまではね、敵はなかなか来ないので、ここに作っておくといいんですが、ちょっと今ポイントが足りなくて作れませんね。まあ、後で作りに行きましょう。で、ここは来るかどうかちょっと微妙なところですね。ここの敵が湧いた時にこっちのジェネレーターをわざわざ壊しに来るかどうかですが、現状は来そうな感じもするけれど、まあその時は仕方がないかな。まあ敵を引きつける罠みたいのもあるんでね、それを活用すればこちらのジェネレーターは狙われないようにするとかも可能です。とりあえず次はこっちかこっちどっちかですね。じゃあ上を開けていきましょうか。さあ、ここ開けて、この部屋には、商人がいますね。ここで、能力を変えます。武器も変えますね。とりあえず攻撃力アップ。大物狩り。で、これ装備しました。現在の能力は、このポーズ画面で確認できます。今回収したのはこれですね。大物狩り。他には、初めからこれアンロックで、チップがついています。さあ次、部屋が2つありますね。こっちよりも、こっちの方が、敵の罠を踏ませやすいんだよね。こっちにしましょうか。さあ開けて、ここは行き止まりですね、現状は。まだ行くことができない。で、デンジャーになってますが、その前にアップグレード。これ見てる間は、セーフ状態になります。ゆっくり選べますね。これは強力なんじゃないかな？クリティカルヒット。ちょっと性能が高い能力でしょうね。攻撃ダメージが 25% 増加。さあそろそろ敵が攻めてくるんで、ちょっと迎え撃ちましょうか。ちょっとこのキャラにも待機してもらって、ポイントが溜まったんだよね。こっち側のジェネレーターお試しで作りましょう。今のうちに。二つ目。あとこっちに敵が来るかどうか。ああ、来ますね、やっぱりね。真っ直ぐらいに来る。これ厄介だな。さあ今ガドリンキャラクターの必殺技一つ目使いました。必殺技は二つまでありますね。さっき使ったのは敵の足止めですね。で、こいつら銃撃撃ってくるんで、ちょっとやらしいね。まあなんとか今一人でここ守れていますが。あとはこの罠自体もアップグレードできます。敵をたくさん倒したりするとアップグレード可能になるので、その時殴ればちょっと強化できます。じゃあ次はこちら。開けましょう。さあ開けるとこの部屋は敵ですね。あんまりいい布陣じゃないな、これは。2箇所からちょっと攻められてしまいますね。で、さらに奥に行きたいところですが、まずはこちら。ここで罠の開発ができますね。現在ポイントがちょっと足りないので、一番右しか作れませんが、電気ダメージを与えるがあるんで、今んとこ登場している敵、これはどれも弱点が雷ですね。なのでこれはちょっと作りたいところです。上の扉を開けて、ちょっと作りましょうか。こちら開けてね、ポイントを入手して。あ、ここ行き止まりですね。お宝があるが、ちょっと開けてしまうか。開けるとデンジャーゲージが増えるかもしれませんが。さあ、ヘビーがレーザー。電気用の武器入手しました。こんな感じで撃てますね、これは。単発系かな？で、罠を作りますが、ただしこの罠の研究を開始すると、絶対にウェーブが始まります。というわけで、それに備える必要があります。どうするかですが、ここ、まあ、ここで備えましょうかね、やっぱりね。今んとここに罠を作るのが一番いいかな。二つほど作って。で、守らせましょう。そして私は一人で、この罠の研究を開始します。これですね。さあ、テスラボール。これでウェーブ開始。あ、まだジェネレーターが狙われるかもしれないんでね。私そっちに行きましょう。狙われてますね、早速。さあ。電撃攻撃なんで、よく効いてますが。これは私がここにいることでね、狙われている側面あるかな？なんだ、敵がライフ回復しましたね、今、ちょっと。敵のライフを回復する敵も出てきてますね。
さあ、ここは守りきってますが、他の場所も、なんとか今守れてるっぽいですね。うまくいってます。今ちょっと攻撃されましたが、問題ないかな。さあ、なんとか守りきりました。さあ、回復もらいました。必殺技ですね。このキャラの。で、罠の開発が終わったので、さっきの罠、テスラボール。これ配置できるようになりました。今のところ置くんであれば、この部屋がいいでしょうね。で、今行けるのは右下しかありませんね。結局全部開けることになりましたが。まあ、とりあえず向かいましょうか。右下にお宝。さあ、開けると、これアンロック要素用のポイントですね。次はさらに右下。どんどん行きましょう。で、ここはさらに右下ですね。一本道がついてます。で、ここは敵が出るようですね。ちょっと厄介ですね。三方向から攻められてしまいます。で、この部屋はこちら。ここにブレーカーというのがありますね。これに触れることで、現在閉まっている赤い扉。これを開けることができます。とりあえず解除しましょうか。さあ、解除して、赤い扉が緑色になりました。で、現在ポイントが溜まってきたので、この部屋にテスラボール、2個ぐらい作りましょうか。で、道は、ここ開けましょう。避けて、この先にも敵がいる。あんまり良くないな、やっぱり。現状結構厳しい。ので、ここにもテスラボール配置して、迎え撃つことにします。果たして、間に合うかな？他の部屋はね。ちょっとスタートしながら、見ておきましょうか。他の部屋の様子を。今のところ何とかなってますね。罠が、ザゴ敵を倒してくれてる。あともう一つの必殺技使ってみましょうか。このキャラをこうやって転がることでね、敵に大ダメージ与えられます。さあ、あとは、一体か？罠が一つ頑張ってくれてますね。あ、終わった。で、現在この罠が黄色い表示になってます。こちら。これは敵をいっぱい倒したおかげで、経験値が溜まったんですね。で、近接攻撃で、このレベル、罠のレベルを上げられます。で、次ですが、さらに罠の研究をしてもいいし、先に進むかですね。まあ、こちら先に進みましょうか。右下行くと、ここは、さあ、この部屋。これがこのゲームのもう一つの特徴ですね。タワーディフェンスのゲームですが、ここにアクセスすることで、スタート地点のロボットがね、ここまで移動してきます。まあ、つまりタワーを守りながらね、進むゲームとなります。ちょっと移動に備えて、テスラボールを追加しておきましょうか、ここら辺ね。ポイントが結構余ってますから。あとはこの部屋あたりも作りましょうかね。このロボがこっちに来るので、まあ、結構、いろんな場所からね、攻められにくくもなりますね。というわけで早速ロボット呼びましょう。デンジャーになる前に。で、呼ぶ前に味方をね、すべて集結します。で、ここで呼んで、で、さらに上を押すことで、全員をロボットの元にテレポートできます。ここからロボットは動き始めるので、守りながら移動しましょう。さあ、私は先行します。ちょっと。先の敵を倒していきます。さあ、右下から来てますが、ここは何とかなってますね。さあ、このロボットは移動中です。あとは手が空いたらね、罠を殴って、強化しましょうか。あとはもちろんゲーム中も、罠設置は可能です。まあ今置く必要ないかな。結構何とかなってますね。途中の罠で。あとはこのジェネレーターも今狙われてませんね。さあ、ロボが何とか到達してくれそうですね。ここに一人置いておきましょうか。守ってもらう。で、他の罠がアップグレード可能なので、修理がてらに今アップグレードしました。こっちの罠も強化できるでしょうね。あ、ここに一人置きましょうか。配置して、こちらの部屋の罠もお世話しに行きます。さあ、必殺技から、敵を足止めする。罠強化。さあ、ちょっとダメージ受けてますが、味方に回復してもらえるんでね。あ、結構罠やられてますね。修理しましょう。敵のラッシュが相当激しい、ここは。
うわぁ。さあ、かなり風が多いね。現在ロボットは、ドア開けてる最中かな。もしくは開けて、さらにその先に今移動中ですね、多分。そこまで耐える必要があります。さあ、ウェブコンプリート。次の部屋にね、到達できました。まあ、これで一つのステージが完了したっていう流れとなります。で、今までの素材は引き継いでるので、まあ、初めのエリアで、そこまで罠を設置せずに進めることができたら、その先のステージで余裕が出ることになります。さあ、本日は以上となります。ゲームの流れは大体分かっていただけたでしょうか？もうこちら気になった方は、ぜひ購入して遊んでみてください。じゃ、というわけで、解説はたまちゃんでした。